霊前院は、平安時代の天皇の累代の五院の一つ。大大理の東に隣接し、左京二条二房、大宮王子の東、二条王子の北四町を占めた。多くの電車を備えた神殿造りであったという。公認年間頃に離宮として、成立816年、佐賀天皇が行行したことが記録上の所見である。天皇は上位国院として、 834年まで居住した。佐賀城公坊都後はその皇后、立花の勝子の御所となる。この人名天皇はたびたび行幸し、代理修復の間はここを御所とした。時代の門徳天皇も居住。その後は、養税上皇が御院として活用し、917年の冬に、京中の聖戦が枯渇した際には、 上皇は東北の門を開き諸人に治水を組ませている。後に村上天皇が仮御所としたほか、霊勢上皇が御院とし、御霊勢天皇の里代理にもなった。はじめの名称は霊勢院であったが、火災による消失と再建を繰り返したことから、佐野寺が年に通じ不吉であるとされて、954年の再建の際に霊勢院に改称した。 天行3年に電車を取り壊して一乗院へ移築。以後の消息はよくわかっていない。近年、敷地跡である二乗城内の発掘により、かつての霊前院の庭園遺構が見つかっている。2016年には出土品352点が平安系砂京二条二宝、霊前院出土品として京都市指定有形文化財に指定された。ありがとうございます。